パイフェイスは2003年にオーストラリアのシドニーで創業したチェーン店。パイフェイスの主力商品は様々なタイプのパイ類やコーヒーである。2013年以降はニュージーランドでもフランチャイズ契約に基づいてチェーン展開が進められたが、進出当初からニュージーランド側のフランチャイジーと法的に争う状態となっていた。2014年11月、パイフェイスは 任意管理の状態に陥り、オーストラリアとアメリカ合衆国において法的措置に直面することとなった。2014年12月には財政的な裏付けを確保し、事業継続の見通しがついた。しかし、事業の重点は、卸売と小売販売に移されるようになった、パイフェイスは一旦開店した店舗が閉じられる例も各地で出ており、2014年10月には、 ニューヨークにあった6店舗が閉じられた。ニューサウスウェールズ州、ニュータウンにある閉鎖された、パイフェイスの旧店舗。2014年11月撮影。ダスキンは、日本における、パイフェイス展開のライセンスを取得し、2015年10月27日に、ラゾーナ川崎プラザショップ、同11月19日に、渋谷モディショップを出店した。以下、店舗を紹介する。 ありがとうございます。